チャーハンタイムトライアル。よいしょー。どうも、チャーハンと、もちです。今回はタイムトライアルシリーズ料理編ということで、はい、チャーハンを作っていきます。はい、ルールは簡単です。それぞれが材料を買ってきまして、はい、チャーハンを作ってそのスピードを競うというねゲームでございます。まあシンプルだね。クソシンプル。なるほど。僕普段からチャーハン作りますからね。あら、あ、じゃあ結構自信ありって感じ。めちゃめちゃ自信あります。しかも、うん、早いしうまいっていうね。うまさは今回関係あるんですか？明らかにこれはちょっとっていうのはもう退場ですけど。退場。退場。ダメチャーハン。まあまあまあ、まあ、ダメチャーハン、そう、うん、というわけで今回はチャーハンタイムトライアルです。やっていきましょう。おい、というわけで、ハルキのチャーハンタイムトライアル、よーい、スタート。まずはご飯を温めます。3分20秒。この時間俺不利だな。確かにね。まあまあいいでしょう。で、この間にチャーシューを切ります。で、ネギはね、切りたくなかったんで、この刻み小ネギを買ってきました。これをパラパラ入れるだけです。卵も溶いておきましょう。あ？めっちゃ辛い、入っちゃった。はい、ご飯きた。で、これ大盛りなので、僕はまあ半分ぐらいでいいかなと思ってます。ちえ！くそ！で、これ先に卵とね、混ぜます。こうすることで、こう、パラパラになりやすいっていうヒカキンさんが言ってました。油引かないと。おい！おい！うそ！なんで俺ばっかこんなさ、最初さ、これ絶対俺タイム遅くなっちゃうやつじゃん。これがあるか、前回ぶり、あ、いや入れすぎた。一番手不利のゆえんか。 GO！ご飯入れます。ちゃんと急いでるとはいえ、米粒を一粒一粒残しまーす。この段階でネギを、まあこれぐらいかな。ニンニクチューブを、こんなもん、塩、胡椒、醤油入れます。オッケー、完成。よーし、めっちゃいい匂いする。いい匂いだね。タイムは9分1秒33。おお、いいんじゃない。10分切れたから割と早いんじゃないですか。結構早いよね。食べましょう。食べましょう。じゃあ俺からいただきますね。はい、はい、いただきます。あ、美味しいわ。あー、結構ニンニク多いね。そうだね。うん、でも俺これ好きだな。美味しいよね。美味しい。はい、というわけでね、はい、のせでございます。はい、まあ形式としましては、うん、前回ね、春樹がやったように、まあタイムをね、測りながら材料を紹介していくということで、まあやりながら紹介していこうと思います。はい。それでは、早速スタートします。よーい、ストップ。はい、まず、ご飯ですね。こちら、春樹の分が半分残っているので、これも半分ぐらい使います。そして、残ってるやつを、ベタベタ。まずここ入れまして、そして今回のお肉、切れてる焼き豚。切れてんのいいね。これ切れてるんですよ、うん、こんなもんでいいでしょう。いいね。あと30秒。今回油使うのこちらです。マヨネーズ。おー、マヨネーズ。こちらが僕の個性だと思います。なるほど。さあ、ご飯終わりました。はい、まあ半分ぐらい使いますね。はい、よいしょ。はい、まずね、ちょっとほぐします。あのね、レンジのチンのご飯の悪いところはまとまりがあるんです。なんで、まず卵殻だけ入りました。気をつけます。
して油を引きます。引いたらここにニンニク入れます。で油にニンニクの香りを移します。でそしたらここにご飯入れます。でまずは火力はマックスにしましょう。ちょいこぼした。いやめちゃめちゃこぼしてるやん。今ね全然気づかなかった。こうやってやってたらこぼれました。塩は思ったより多めで、胡椒、胡椒も思ったより多めで混ぜる。そして具材入れていきます。チャーシュー、ネギは思った 1.5 倍結構入れる。控えめにフライ返します。いや、ボロボロはい、こちらよそっておいて。タイマー、タイマーどこ行った？急いで。はいはい、出ました。はいはい、僕のタイム、はい、8分4秒です。どう、あ、そうか、だいぶ早いよね。1分超えしましたね。だいぶ早い。食べましょうか。味だね、問題は。行きましょう。まあ一回食べますか、タイムの前に。お、いいよ、早く。何その上からの。あー、ちょっと味薄かったな。味薄い。ダメだよ、その味薄いチャーハン。甘い。甘い、何がですか。味薄い。まあ、いいんじゃないですか。塩分がチャーハンじゃなくて、チャーシューに依存してる。見てください、このパラパラ感。これはね、マジ、見た目は勝ちだよ。これはね、まあいいですよ。まあタイムなんで、結局は。ああ、まあそうね。予選のタイム、8分4秒。早い。遅ない？だいぶ早い。1分ぐらい早いよね。マジか、1分差ついちゃった。まあそうですね。で、このクオリティか。まあ次、もっちくん。そうだね。悔しい。一番チャーハン作んないからね、多分この中で。で普段料理しない。料理しない、普段。ザニだね。うん。バリだね。ガニがタイマー見して、タイマー見して。ダサフォン。うざい、うざい。もちのタイムトライアル、よーい、スタート。オッケー。まあね、まず最初はね、やることといったら、まあ、結局はこのね、チンすることなんですよ。なので、まあ、まず蓋を後ろタイマー開けてレンチンしていきたいと思います。レンチで約2分、2分10秒、オッケー。そしたらまずこれ、ネギ1本買っちゃったんで、ネギを切っていきます。いやー、怖っ。マジで普段切らないから怖い。あ、やばい、下手すぎる。やばい。ざっとでいいんですよ、こんな。わかんないけど。はい、オッケー。そしたら卵を先に溶きますの前に油を入れます。ごめんなさい、僕が使うのはこのごま油。これね、ちょっとこだわりを見せていきたい。そしてごま油インの間に、もうそろそろできるんで、てかもう2分10秒なんで、開けます。はい。はい、オッケー、完成。完成ではないだろ。まあ、とりあえずもうわかんないです。入れちゃいます。やばい、油多い。揚げてるみたいになってる。ちゃんと、お米も全部使い切って。オッケー。そしたら、やばい、油が重すぎて、ダマみたいになってる。じゃあこのタイミングでコーンペースト入れます。コーンペーストカツオじゃないですか。コーンペースト入れりゃ何でもうまいと思ってるんで俺。料理知らねえだろ。12センチ、まあ回しかけぐらい、こんなもんかな。でまあ混ぜます。ぐちゃぐちゃなネギ。インネギ汚な、でかっ。まあいいや、ネギがでかすぎる。わかんない、醤油ちょっと入れるわ。わかんないけど、餅入れて、塩、胡椒、どうやって入れるんだっけ。こうか。大学生胡椒好きだと思ってる。塩多め、醤油多め、胡椒多め。何そのラーメン屋みたいな頼み方。いや、これはね、表面うまいと思ってる。いいんじゃないですか。では具、それだけ。具こんだけ。肉は。肉入れない俺。なんで。卵チャーハン。
金ないから関係ねえだ。そんで最後にこだわり見せたいから、おここの部分をなんか切って入れる。どこですか？この部分って入れません？チャーハンって入れません？この部分めっちゃ細く切って、やばい、なにこれ、やばい、めっちゃ切りづらい、やばい、なにこのネギ硬いんだけど、いらないこれ絶対、見栄え悪いわ、ちぎろ。男はちぎって入れるわね、結局包丁なんて使わないの。 OK 終わりました、完成です。はい、完成です。はい、タイム11分超えですって。タイム11分24秒。いやマジで遅くさ、ネギは原因です。いや本当にあれありだったんだ、ああいうのも。いやもう、まあ、食材も自分で買う。ああ、なるほどね。なんなら俺切れてるチャーシュー。ずるずるくない、ずるくない、ずるくない、一切ずるくない。まあそう、味自分からだよ、大体。ああいいっすよ。まあでも俺ちょっと味見したんですよね。いただきます。あーこれやばい、なるほどね、うまい、やばい、何やばいって、濃い、濃っ、何この濃さ、薄っ、薄っ、やばっ、濃い、味が濃すぎるな。え、そんななんか入れてたっけ。しょっぱっ、え、中和中和中和、ちょっとしょっぱいわ、中和、現地現地現地、ははははは、これごま油じゃない、あとなんか香味ペーストかもしれない。絶対それだ、そうだ、香味ペーストをちょっと多めに入れすぎたかもしれない。12センチって書いてあるのに2周分ぐらいしてる、やば、圧倒的サインだよ、ちなみに。だからネギだって、絶対にネギだって、そう、ずるやん。これもだって乗せるだけでできたもん、言っちゃえば3秒。でもネギ、お前3分切ってないじゃん。いや、いい。